こんにちは、トコチャンネルです。今日は、寝込んでる間にポチポチしてたメルカリさんで購入したものとアリエクスプレスで購入したものの紹介をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。商品購入品紹介する前にちょっとお話しさせてください。4月に入ってからね、3月に撮れてたやつがアップできなくてアップしたんですけど、その中にね、あのコメントでね、私がメルカリでロルバン買いましたっていうの動画に対してコメントが、転売屋さんを増やすことになるから、あの買わないでください、あるいはもう購入品紹介しないでくださいっていう、ご意見いただきまして、結論から言うと、私買ったもの紹介します。でこれからもロルバンメルカリで買います。結論はそうなんですけど、もちろんね、相手のそのコメントしてくださった方のその言われることもすごくわかるんですよ。そういうね、正規のものを転売して、買い占めて転売するっていうのは悪質な行為だって、もちろんそれはすごくわかるんですよ。ただなんて言えばいいんだろうな、その人のコメントにちょっと返信して書いたんですけど、私自身そのこうやって活動しますって、私のねチャンネル登録してくださってる方は知ってると思うんですけど、活動できる時とできない時って結構波あると思うんですよ。でじゃあ活動できてる時ってめちゃくちゃ元気かっていうと、基本私元気じゃないです基本引きこもりです。なのでね、買い物行くって言っても本当にね、自分の労力を使わない範囲でしか行けないんですよ。めちゃくちゃ元気マックスっていう時で、キャンドゥさん自転車で片道45分かかるところに行くっていうのが、もう本当どうだろう、そのマックス状態でそこに行けるかどうかなっていう感じなんですよ。なのでロールバーもちろんオンラインショップとかもあります。その方曰く、そのオンラインショップで買えば買えますって言われたんですけど、そもそも私普通にデルフォニクスさんのツイッターフォローしてるんで、新商品って言われればもちろんね、それ見に行けばいいんですけど、それ以外のコラボとか例えば地域限定とか、あるいはどっかのサンリオコラボとかディズニーショップコラボとかね、そんなにアンテナ張り巡らせてるわけじゃないんですよ。基本そんな検索してまでガンガン探しまくってるわけじゃないんですよ。なので正直その出た時に買うっていうこと自体がそもそもできない。その常にそればっかり検索してるわけじゃないし、そもそも検索そんなにごめんなさいね、喉がイガイガしてて検索好きなわけじゃないんで、っていうのもあり、あとロフト限定とかでも、確かに、私三重県で四日市に住んでるんですけど、名古屋まで行けばロフトある、東急ハンズとかもある、だからそういうところで探せばいいんじゃないかって言われるかもしれないけど、そんなのしょっちゅう行けないっていうか、もう一回も行けない、ぶっちゃけ言うと。なんていうのかな、名古屋ってその駅、他の都会でも一緒だと思うんですけど、駅降りて何かがあるっていう、その田舎の街じゃないんですよね。だからこうで、いろんなとこにいろんなビル建ってたりするんですけど、そこまで行っても建物がでかいから中をさまよわなきゃいけない、いつも行ってなければどこに何を売ってるかわからないっていう状況で、その、変な話30分ぐらい平気で歩き回ってってなると、もうそれだけでも限界なんですよ。そこから帰ってくる力がない。今その普通に100均行って、行ける範囲でね行って、そこで大体30分回ってると私ヘロヘロになって帰ってくるんですよ。もうなんとか、駅に近いからなんとか駅までたどり着いて電車は座って帰ってくる、座れる時間帯っていうか、人のいない時間帯にしか買い物行かないから、そんな感じなんですよ。で自転車で行くところはもう自転車で行って回って、疲れるとベンチとかある、ショッピングモールだとベンチあるし、その戸建てのダイソーさんも外にベンチがあるんですよ。そこでちょっと一旦ジュース飲みながら休憩して、そこからもう一回帰ってくるっていうことしてるんで、だからそもそも私がロルバンを手に入れる方法っていうのは本当に限られてる方法しかないんです。
なので正直その検索しまくって結局見つけてもあのいろいろねそのドルバーン限定とかドルバーンコラボとかねそうやって調べても結局出てくるのってほとんどメルカリなんですよ。メルカリメルカリメルカリ、たまに楽天市場とか出てくるかもしれないんですけど、あのほとんどメルカリなんですよ。でなので、まあ、結局検索してもメルカリにたどり着くのはメルカリ最初からロルバンで検索した方が早いって思うし、あともう一点ね、その転売っていう行為に関してですけど、まあ普通ね物を買って、まあ、使って中古になって売るって言えば、まあ、価格をね購入価格を下げたりする場合の方が多いんですけど、プレミアのついてるものって上がるんですよね、基本的にその購入価格の上になる。でそれはねもう転売っちゃ転売なんですけど、実際じゃあ私の買ってるロルバンの値段はおいくらかっていう話なんですよ。値段ははっきりは言いませんけど、ほとんどが倍の値段もしてません。ロルバン自体の単体の値段のだいたい、まあ、平均で、まあ、デルフォニックさんでいう L サイズだと800円、税込みで800歳かな、なんで倍で1600円ですよね。もうしてもまあその辺ぐらいまで1500円ぐらいまでのがほとんどなんですよ。まあ、たまにクソ高いのもあるんですけど、そこはねその欲しい私側の価値観と出してる人の価値観が合えば買っていいと思うんですよ。そのなんていうの、クソ高いから買うかって思えば買わないだけの話なんで、そのクソ高くても買いたいなって思ったら買うって、まあ普通今ねロルバン私集めてるんで、収集してる人だとその気持ち分かってくれると思うんですよ。でも大体買うのってその本体から、これも出品側の考えなんですけど、本体に送料足して手数料引いた、引かれることをあと前提において価格って設定するんですよ。そうやって考えると、このロルバーン出してる方のそのクソ高くない人たちね、1000円台の人たちは正直数百円しか儲けてないんですよ。でそれを例えばもう本当に20冊30冊とか出してたら200円でもでかい金額になるかもしれないんですけど、出してるのってその個人さん1冊ぐらいなんですよ、その種類に関して。その書かれてたコメントには買い占めてって書かれてたんですけど、実際の話買い占められて、まあ、多くても2冊3冊まであったかな、まあ、そのぐらいなんですよ。なので買い占めてっていう言葉には多分該当しないと思うんですよ。2、3冊ぐらいだったら、そもそも限定発売しますっていうのが2、3冊限定発売するわけないんで、もっといっぱいの量ね売ってるはずなんで、なのでそうやって考えると正当な金額、例え話で私鬼滅の刃の何巻だったかな、19巻か何巻の時に、確かに19巻でもうちょっと20巻かな、19巻あたりですごいもうどこの本屋さんでも買えない状態になってたと思うんですよ。で私それがあるから当然予約とかするんですけど、 Amazon とかで、でたまたまその20巻だったと思うんですけど、予約してたのを Amazon でね、予約したのをコロッと忘れて、頼んでない、どうしようと思ってあちこち探して、結局送料1000円ぐらいかかるところで買わなきゃと思って、手に入らないし本屋に行くのもしんどいしと思って、でまあそこで買ったんですよ。そしたらAmazon から普通に定価で送料無料でね送られてきて、あダブっちゃったと思って、でまあ出品し、もちろんダブっていらないから出品しようと思うじゃないですか。その時になんていうのかな、本来なら例えば定価で入れたプラス1000円で買った本があって、こっち どっちが出すってもどっちでもいいんですけど、出す場合絶対1000円プラスした方を素直に金額載せた方が自分損しないじゃないですかね。そうやって考えたら、私は鬼滅の刃を例えば、まあ、約500円弱じゃないですか、漫画自体だから1500円ぐらいで出すってことになるじゃないですか。でもこれって自分その販売手数料引かれて送料引かれてって考えてない値段で、単純に自分が手に入れた金額をで売りたいと思ってもその金額になるんですよ。まあ実際はそんな金額で出してませんよ、本当に本単体プラス送料で販売手数料引かれても普通に500円弱のね
儲けていかないんだけど、が残れば、まあ、本来的にはトントンだと思ってその金額で出したから、多分10円か20円差で私が一番最安値で出してたと思うんですよ、すぐ売れたから。でっていう考えで言ったら、ロールパン買ってその全員が転売っていう店員じゃ、転売っていう考えじゃなかったとしても、普通に考えて、まあその人買いに行くのにね、車なり何なりで行って交通費使って買ってきて、で実際売ろうと思ったら送料もあって、で販売手数料引かれてって考えたら、単純にロールバーンでも普通に1,100円、1,200円ぐらい出さないと多分割に合わないんですよ。でそのぐらいの値段で買ってるものに悪いイメージの転売って言われても、私的にはその自分を出してる側だから、いやいやこれ正当な値段じゃんって思うんですよ。でそれにね、プラス100円200円乗せたところで、100円200円、一冊100円200円の儲け取ったって、その人の手数料と思えばいいじゃんって思えるんですよ。まあ、確かにね、本当にもうその倍、その1000いくらのところじゃなくて、もう2000、3000で出してるのもあるのはあるんですよ。でもそれってなんていうのかな、そのもの自体に希少価値があるってなれば、当然値をなんていうの、上乗せしたっていいと思うんですよ。もう一個例えで言うと、私の友達がビーチボールをすごく好きで、オークションでその中古物を買ってるんですけど、普通ビーチボールって1,000円ちょっとじゃない、あれは1,000円以下じゃないぐらい思うんですけど、その人も普通に 2,3,000 円出すの当たり前、高いのだと本当1万とか出して買ってるぐらいの子なんですよ。でもそれはその子にとって価値があるから出してる金額であって、価値がないと思えば出さない金額なんですよ。でロールバーンに関してもそうですよね。価値があると思えば私は出すし、ないと思えば買わないだけのことなんですよ。でもう一個言わせてもらうと、転売って言われてたんですけど、まあ、確かに転売なんですけど、マスクの転売とは全然意味合いが違うと思うんですよ。マスクの転売の時はもう本当に規制されてね、もうやっちゃ犯罪だって言われてるぐらいだから、あれはもう本当人の命に関わるのに、物自体がもうなくなってる、で買い占めてる、それを高値で売る、もうこれ悪質ってわかるじゃないですか。ロールバーンって別に買わなくても死なないんですよ。欲しい人が買えばいいだけのものなんですよ。でそれをその転売だって、まあ転売なんですけど、その悪質な転売と一緒にされるのはちょっと違うかなって。実際にね、買い占めてどっかで売ってる人がいるかもしれないんですけど、例えばオークションとか、私はちょっとヤフオクとか最近全く見てないんで分かんないんですけど、少なくともメルカリに関して言わせてもらえば、私も何回もね、月に何回も買えるわけじゃないから、本当に月に 1,2 回しかチェックしてないんですけど、本当にね、売れない人のは全然売れない、その需要がなければ、あ、これ前見たなっていうのも残ってる。で欲しいと思われるようなね、デザインのものは確かにね、2000円台の値段、3000台の値段ついてても売れてると思います。なのでね、そういう理由でね、私は今後も別にその方がね、やめてほしいって言われたからやめますとは言いません、そういう理由で。でね、まあ、それがもう気に入らないって言われるんでしたら、すいません見ないでください。ロールバーンの時はロールバーンの購入品は見ないでください。はい、ということで、そんだけ言ったからには今からロールバーンの紹介していきます。はい、長くなってすいませんまあね、そういう考えがあってね、そうね、買う、だからもう一個がして、例えばね、今回買ったら、これ見せてからいいわ、こちらね、まず購入品書が、これ女子文具博ので売られてたロールバーンなんですよ。で私も行こうって考えたんです。ただちょっと体調崩れて、正直片道3時間ぐらいかかるんですよ、まあ、大阪のその言ってる場所まで行こうと思うとで、その自分の健康状態で行けるかっていうとちょっと無理と思って、もう本当は行く、もう時間、電車の時間とかチケットも買おうかな、どうしようかなって悩んでたんですけど、その買う前にもう体調崩してたから、買ってもいけないかもなと思って諦めたんですよ。もちろんルルバン買いたくて行こうと思ってて、まあ他のもちろん文具とかも見たいって思ってて、ただその
私がもしこれをね、これだけを買いに行ってたら往復で6000円かかるんですよ。でそのしかも入場料もかかるし、しかも体調悪くて帰り道帰ってこれなかったら、ホテル泊とかも考えなきゃいけないってなったら、もうそれこそルルバン1冊いくらの値段になるんですかって話なんですよ。でこれ多分1000円ぐらいで売ってたと思うんですね、両方で。私からしてみればこの2冊を例えば1000円1000円で2000円で買ったとしても、片道の電車代もかかってないんですよ。で考えたらもう行けなかった、でも欲しい、あメルカリで売ってる、あ2000円電車代にもか片道代にもかからないじゃんって、そしたら安いってなるんですよまあいつまでもね、あくどくど言ってごめんなさいね。ということでね、あのそういうなんていうの考えもあって、うん、あとね過去に行けない、もう過去には戻れない、その2020年の女子文具博で売ってたノートとかも多分買って紹介してるんですけど、あのね過去には戻れない、知らなかったから行ってない、あじゃあ俺はオンラインショップだ、そのオンラインショップ知らなかったから買えなかった、でその時ロルバン知らなかった。そもそもなんで知ったかっていうと、 ST クラフトさんっていう YouTuber の方のその女子文具博オンラインショップで買いました、カスタマイズ買いましたっていうのを紹介を見てて、あーそういうノートあるんだって、で2回ぐらいその人が紹介されてるの見てて、あなんかちょっと面白い、中が方眼っていうのね教えてもらったんでちょっと面白そうと思って、ちょっと買ってみようと思って、最初、うん、アマゾンで普通の何も柄のない無地のねやつを買ったんですけど、あ使いやすそう。私も基本なんかリングノートで、100均のねリングノートであのおすそけファイルの、あの作るの考えるの書いてるから、リングノートいっぱいあっても困らないんですよ。なのでね、そういう考え、そういうの知ってからだったんでそれからねいろいろ調べてて、あこんなもしかこれもしかとこれいいじゃんと思うのがいっぱいあって、でその時も売ってない、じゃあメルカリってなって買ったんです。はい、ちょっと長くなってごめんなさいね、喉がイガイガ。ちなみにね、あのピンクはねシルバーで、ここねなんだろう、ブラウン黒ちょっとわかんない、あの、ね、目的になんかブラウンにも見れるし黒にも見れるんだよね。でシルバー、こっちはあのブルーの方ね、あのここシルバーに見えるんですけど、ちょっとねちょっとこうキラキラーって虹色してます。でここ白です。はい、中身は開けませんで、 あと3冊があります。こっち、ロルバーディズニーストアのミニーちゃん、なにミニーちゃん、マリーちゃんミニーちゃんじゃないマリーちゃん、はい、私あの幼稚園の時ね、このマリーちゃんのあの、うん、とアルミのお弁当で幼稚園行ってたんで、すごい好きなんですよ。でこれもね、ちなみにディズニーストアで売ってるかなって見に行ったんだったかな、あそう見に行ったっていうか、そもそも違うの、あのなんだっけ、美女と野獣かなんかのルルバンを見て、ディズニーストアで売ってるんだって思ってディズニーストア行って、アリスの売ってないかなと思って見に行ったら売ってなかったんですよ。マリーちゃんの売ってて、ディズニーストアって確か送料高かったよなと思って、普通に買って送料700円とかあったら1500円ぐらいする。でちょっと待って、メルカリでもっと安くないか、そんなにしないのないかと思って見たら、安その送料込みよりも安いのがあったから買ったっていうことなんです。でクロミちゃん、まあ、これはねサンリオで好きなキャラクターのがあったら欲しいと思ってて、多分普通に馬も売ってるかもしれないんですけど、まあ、ぶっちゃけの話そうなんですよ、送料安くても3、400円かかるんで、買ったらあの無料だったら 別でしょ、あの無料じゃなかったっていうか、見つけたところは無料じゃなかったんで、こっちの方が安かった。でこれは、はい、次、佐久間のね、なんだっけ、いちごミルクだっけ、ね、子供の頃よく食べてたやつ、これ の, あのピンクの持ってるんですけど、赤のがなんかバレンタインの時に出たのかな、でもうあの当然探しに行ったけどあるわけない、でも絶対欲しい、あのこれだけはね、前回の作品もそうなんですよ、はっきり言ってこれはもうかなりふっかけられてます、かなり高いです、あのこっちの値段じゃ全然違います、あの桁は違わないけど数字が違います。だけどそれでも欲しいか欲しくないかだと絶対欲しかったんですよ、あのなんならいちごミルクが大好きだからっていうことでね、そういうあのさっき言ったね、買う人の価値観っていうのはそういうことなんです。はい、私の価値観で言えば、あの靴
クソ高いこれも、あのそんなに高くないこれも、これもね含めて、あのちゃんと自分のね価値観で考えてほしいものって思って買いました。はい、長くなりそうだね動画で、ごめんなさい、本当にちょっと喉イガイガして水がないからちょっと水分取れなくてごめんなさい。これが今度メルカリさんで買ったクマちゃんのシール、かわいいよね、チョキチョキして使おうかね。でおまけでね自転車のシールもつけてくれてます。これはね単純にこれだけのことで、まあ、一応この辺は紙物かなっていうね、そこに置いていいかな。であとその女子文具博のあのマステお金、あの結構ねこれ安かった、1個の値段が分かんないんだけど5個入ってて、1個100円としたら500円するでしょ、多分ね500円前後だったと思うのね、安いじゃんって、もしかしたらもっと安く売ってたのかもしれないけど、でおまけにこれまでくれたのね、こういうマス、魚ちゃんのマスで、いやこれはねこれなくてもお得と思ったのにこれついてるからめっちゃお得と思ってね、次からはねあの転売どうのこうの言われないと思うんですけど、それ言ったら全部転売になるんだけどね、新品の買ってりゃ次はなんだっけ、ダイカットメモ4種類、これもねそんな高くなかった、アリスちゃん、あじゃあアリスとは書いてないよね、あのリトルフェアリーテールっていう名前なんだけど、どう見てもアリスちゃんキャラ、ラプンツェルキャラ、シンデレラキャラ、なんだっけ人魚姫キャラので絵はね2種類ずつありますっていうことで、買ってみれない、見てみて、ちょっとスマホがねいつもより高い位置になってるから確認できないんだよな、ちなみにスマホで撮ってます、本当はスマホ iPhone8 で撮ってます。ちょっと首が痛い、いつもあの机、あそう机変えたんです、わかります、ピンクになっててやっと変えたんですよ、なのでねなのであのそのスマホで撮る固定してる位置がね変わったんです、で机がちょっとでかくなったからいつものよりもちょっとポール、余ったポール足して取ったら高さがいつもより高くて首が痛いはい、続きまして、私メルカリとアリって言ったよね、あとメルカリ今度は紙物関係ないんです、私の個人的めちゃくちゃ大好き、ちょっと先に言い訳させて、あの私基本二次元でキャーキャー言ったことないんですよ、漫画大好きだけど、あの素直にあのワンピース大好きでチョッパーかわいいとは言ってたけど、そこまで熱狂しなかったんですよ、他にもね鬼滅でも別にあの誰がいい、まあ推しは善逸だったけどキャーキャー言うわけじゃなかったんです、ただ呪術廻戦の五条悟だけは初めて二次元で好きになったこれあの多分ね前にね釘崎ロマラのあのクリアファイルはね見せてると思うんですよ、買ったよみたいな、ファミマで買ったよって、これねほんとないんですよ、ないんですよ、なかったんですよ、にあのいくつも行くとことちょっと町内だけどねちょっと遠いとこまで頑張って行ったけどなかったんです、なぜならどうもそのファミマの店員さんによるともう五条悟は8時にはなくなってた、要は 7時からその発売日の朝の7時から店頭に並べるらしいんですけど1時間後にはなくなってた、これはもう手に入るわけないよねと思って、そういう時はメルカリだよねと思ってみたらやっぱり出てたから、あの正直あの高いです、あで入ってても私一番安いの選んだから多分2つで1000円ぐらいだったと思うんですけど、まあ、基本ねこれ3ファミマの商品3点買えばもらえるやつで、一番安いファミマのその3点のやつが108円だから、自分で買えばその108円を3つだから324円で1つ買える予定なんですけど、でも五条悟は多分1500円してでも私は買ったそれぐらい好きで、あと2回目の第2弾のこれ、これもあのこれの時はねクリア入る時は翌日の昼に行ったからなかった、でその時まだ8時になくなりますっていうの聞いてなくて、これ行ったの、これ朝7時に発売だからその7時はちょっと偉かったから10時ぐらいにね頑張って起きて行ってきたの、偉い中
なかったの。で店員さんに、これいつ何時になくなってるんですかって聞いたら、ああもう8時、五条悟は8時になくなりますよって言われて、へーと思って、まあ、缶バッジだからとりあえず1個でいいやと思って、これもメルカリで買いました。500円ぐらいだったかな。何度も言うけど320円買えば1個もらえるんだけど、まあ物によってはね、違うお菓子買ってりゃ本当に 5,600 円するから、まあ500円ぐらいなら妥当でしょう。でこっち、これは再三の行きました、7時前にで棚の前に腕組んで立ってました。で自分で2個ゲット。個人的にはね、この黒いマスク取った顔の方が大好きなんですけどね。ということでね、私の二次元にキャッキャ言ってる私っていうのをちょっとバカでしょ、本当にめっちゃバカでしょ。いやでもね、あの初めて二次元に、男の人とかさ、二次元の女性キャラクターとかに、アニメキャラとかゲームキャラとかにね、熱中する気持ちが分かった。で次はアリエクスプレス、はい、まずはマステ。最近ね、方眼が好きで、まあ、これの影響だと思うんだけど、ロルバーの方眼のね、マステ買いました。どこ置こうかな、ここに、あ、こっち、はみ出す、あ、ちょっとギリ置けるかどうかだね。であと前回に買ったスパンコールみたいな、スパンコールすごいちっちゃいんだけど、まあちっちゃいなんかに作るときに使えるからって、白と紫を買いました。前回これの色買ってないんでね。それからあとダイカットの台、こういうね、あのページの、ね、通常まっすぐとか、最近やったのはなみなみバサミで自分で切ったんだけど、なみなみダイカットで切ったら綺麗じゃないって、単純になみなみシリーズちょっとね買い揃えてみました。まあタイル作りにまたね使えたら使いたいと思います。一応紙物ね、だからって。であとアリーさんで、この、これね、あのこっちだけもかなり前に来てたんですけど、まずその紙の厚さとか大きさがいまいちよく絵では分からなかったんで、とりあえずアリスだし買ってみようと思って買ってみたら、3種類ぐらい入ってたのかな。でまあ、ああいいじゃん、かわいいじゃんと思って、じゃあ残り欲しかった柄も買おうと思って、これがちょっとサイズがうんと思うようだったらもうやめようと思ったんだけど、よかったんで、レトロアニマルちゃんと妖精ちゃんと、映ってるかな、映ってなかったの、レトロアニマルちゃんと妖精ちゃんとピーターラビット、ピーターラビットですけどね、買ってみましたね。よいしょ、以上になります。ね、最初ちょっといろいろね熱く語りすぎてしまいましたけども、まあそういうことでね、まあ考え方もね個人いろいろあるから、その言ってくださった方に対してね、その別に嫌悪感とも何とも持ってないし、あ、そういう考え方あるよねって、でもちろんその言ってる意味も分かる、その多分その方すごくロルバーン好きで、その転売されてるっていう行為が許せないって多分思ってると思うんですよ。で多分その方はその自分がねそうやって手に入れれる環境にあって、情報がもう分かる環境にあるのかな、だからそれで買えばいいじゃないっていうのももちろん、私も多分その立場だったら、もうそんな高いの買わずに定価の買えばいいじゃんと思う方だから、もちろん安い方が好きだからね借金が好きだからだから、分かるんで、あのその人を否定する気は全くないです。もう言ってることはもっともだし、すごく納得できるけど、まあ、私の置かれてる状況においては、その方のおっしゃってくださってるような、風にね、その自分でその自分で買えばいいじゃないか、そこから買えばいいじゃないかっていうのがなかなか叶わないから、あのこれからも探すのもめんどくさいし、これからもメルカリでねたまにチェックして新しいの出てたらおーと思ったら買おうって思ってますので、その辺はねもう本当に価値観の違いみたいな感じで、あの容認できる方は容認してください。もう容認したくないっていう方はもう低評価でもつけてけって思ってやってくださいもうその辺はもう素直にね、まあ確かに不快感を覚える方もいるんだって分かった上でやってくんで、まあその上でね不快だって言われてももう
もうコメントにね、もちろん不快だって書かれても、あのもうこれからすみませんとしか言いようがないっていうことをご理解していただければありがたいと思います。はい、では購入品紹介終わりたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。